はい、どうも、羽島清志郎ですということで、トレジャークルーズのスペースマンって方がね、まあちょっとまあそれが合法なのかよくわかんないけど、まあトレジャーマップの、キャベンディッシュ、まあ、クリスマスキャベンディッシュの効果が判明いたしまして、まあそれをちょっと見ました。強っ。で、ちょっと俺はその効果は、やっぱその先輩特許って、あの方の先輩特許なんで、見てすげえって言うんで、ここには書かないですけど、ここにも言いもしないですけど、強いよね。びっくりした。ちょっと軽めに言うと、耐久性能もそこそこあって、ちょっとあって、攻撃力もバカ高い。強い。強いですね。で、必殺技もめっちゃ強い。いや、これ回るしかないでしょ。絶対回んないといけないっていう感じですね。で、これ出してきて俺どう思ったかっていうと、やっぱやばって思って。やばって思いました。普通に。強い。びっくりするくらい強かった。あ、最初ちょっと見間違えて、ああ、まあまあ、それだったら戦闘効果なって思って、もう一回見たら、見直したらめっちゃ強かったっていうね。すげえ。すごいね。まあ、ちょっとトレジャーマップはちょっとね、俺、多分、今回難易度バカ高くなってるんですよ。だからもう俺、いろいろなんか、ね、ちょっと大変になってくるし、と思うから、ちょっとね、俺は、ずっと回ってます。やっぱ前はそう、トレジャーマップ2倍期間だけで効率よくやってたんですけど、今回ばかりはね、あんまやばそうだなって思って。ファーストコンタクト。これはこんな強いの来るんだったら敵も強いだろうなって思って。多分俺ね、やばいね。まあ、そんな感じですよ。ではね、まあ、強いよ。結構みんな、だから、基準で、でもね、ぶっちゃけ、いやー、でもな、わかんねえ。でも、一つ言えることは、多分、白ひげより強いと思うけど。あ、でも難しいですよね。結構ちょうどいいラインのものを出してきてくれたんで、すごいいいなと思いました。めっちゃ強い。それだけ。